レスリング血抜き紙切りでも体重超過で失格のインド選手陣営消費したエネルギーを得るために飲食して体重増加に対する反応臭です。金メダルを目前にしていたアスリートの失格劇は、小さくない論争を巻き起こしている。現地時間8月7日に行われたパリ五輪、女子レスリングのフリースタイル50キロ級決勝で、サラ・ヒルダーブランとコメコクと対戦予定だったビネシュ・フォガとインドが、当日に、体重超過が判明。100グラムのオーバーで失格となった。6日の1回戦で、東京五輪の金メダリストで、同階級連覇が有力視されていた須崎優衣子に勝利していたビネッシュ。その勢いのままに決勝まで勝ち進んでいた29歳だったが、大会2日目の早朝に体重超過が判明し、無念の失格となった。前日の夜に規定体重から2キロの超過が、判明したビネッシュと陣営は、一夜を通して壮絶な減量を実施。食事を取らずに行った激しいサウナセッションに加え、コーチの提案で、髪の毛を切りもした。それでも体重が落ちなかったために採血も行ったが、リミットは切れなかった。もっとも、ビネッシュの標準体重は56キロとされている。故に50キロを維持し続ける行為は負荷が大きく、今回の減量後に、脱水症状に陥った本人が相当なストレスを抱えていたのは想像に難くない。また、仮に制限内で収まっていたとしても決勝に、ベストコンディションで臨めていたとは考えにくい。残酷な形でメダル獲得の夢がついえた。そんなビネッシュの悲劇には国内でもショックは、広まっており、一部ではインドオリンピック委員会と同国のレスリング連盟 WFI に対する批判も飛んでいる。今回の体重管理問題について WFI のドクターを務めているディンショーパルディワラシワ7日に1日に3試合を戦い、消費したエネルギーを得るために飲食しなければならなかった。だから体重が増加したと説明。大会日程も影響し、過酷な減量を余儀なくせざるを得ない状況だったことを論じた。だが、国内ではチームの対応に反発が、相次いだ。インドの日刊紙ジャンサタは通常体重が56キロの女性が2日連続で50キロを維持するのはかなり困難だ。しかも、2日目には誤差 100g の値まで過剰な減量を行った。問題の原因はそうせざるを得ない状況にビネッシュを追い込んだ、チーム関係者たちだと断じた。一体誰の責任が問われるのか。悲劇のヒロインを生んでしまった失格騒動の余波は、しばらく収まりそうにない。引用はここまでです。ボクシングなど階級分けしてるスポーツは体に負荷がかからない。減量がほぼない階級でやらせるべきだと思うんだけどね。階級が間違ってる。仮に制限内で収まっていたとしても決勝にベストコンディションで臨めていたとは考えにくいってばまる記事だな。体重の落ちやすさ、落ちた時のコンディションなんて人それぞれだから、考慮の上でベストな階級を選んでるっつんだよ。100クグ級から90クグ超級に階級チェンジのために1月1日で12クグ増量したウルフアゴンじゃないんだから。同じ階級でこれはアソラゴアが。適正体重の階級でやれよ。ほんこれ。だから言ってるだろ絞った方が強いんだよ。なら食うなよ余るか。食うから太るというわけでもないよ。そうかそうかパリのご飯は美味しかったか。体脂肪率からの適正体重で階級を規制しろ。金田一少年の吸血鬼伝説殺人事件かよ。体に害を与えるスポーツってなんだかな。消費したエネルギーを超える食事をしたらそや体重増えるよ。2キロだと1万4400キロカロリーだからそんな単純な話ではない。なんで体重が増えたのかにもよるだろ。そんなの水分が多い食事で2キロ増えながそんなにカロリーがあるわけがない。エネルギーの話したからやろ。うんこ出なかったのか？ただのやらかしじゃん同情する余地が1ミリもない。短絡的にしか考えてない奴に限ってこの思考に陥りやすい。どういった経緯であったのか、選手とコーチと統括組織の関係性でいかなる管理体制が敷かれていたのかとか、詳細な調査結果に基づく関係者への評価であるべき、体重管理できる選手を代表にしろよ余るか。準決勝までクリアして勝ち上がってきてるのに銀メダルももらえないのか。準決勝でこのインド選手に負けた人が繰り上がりで決勝進出ってルールだから D 級扱いでメダルなしになってしまう。
バマルダネーミズ太りにはアスパラガス食って毒ダミ茶飲んどけばいいのに。つま先で体重計に乗れ。その階級選択したの自分じゃないのか。消費したエネルギー以上を入れちゃってるじゃん。陰謀を流行る後、グフカズメくらいまで爪を切るにグハナゲを全部抜く一具。軽量直前まで激しく性行為92具いけたじゃねえか。階級上げろよそれだけやん。ビーガン食とか何かの対応メニューばかりのよくわからないやつでどのくらい摂取したらいいのかとかわからなくなったんじゃ。こういう格闘技の歴史は知らんが、計量を試合直前にするのは何か不都合があるのかな。フラッフラになるまで減量してくるやつが絶対出てくるので事故につながりやすい。いや、計量が試合直前になれば楽にそんなのが減るんじゃないかと、無理な減量をリカバリーする時間がないから。直前だとリカバリーしきれない減量マックスの選手とか意識もおぼろになってたりする。危ない。五輪ってどこがスポーツの祭典なんだろうね。メンタル削れておかしくなってるアスリート増やしすぎ。当日計量は無理な減量するなって意味なのに。須崎は振り回されていい迷惑やな。その試合めがけて追い込んだんだな。そんなもん階級上げろよ。その通り、ウクライナのビヒト柔道家のビロディットでさえ48クグ矢印57クグ2に階級上げた。172クグくらいあるから57クグでも軽いくらい。わしの凄まと麻雀したのか。血を抜いてたもんな。わら上の階級でやればよかっただけだろ。弱い選手と戦いたいがために無理な減量した自業自得だ。だから階級を分けるのは体重ではなく身長にしろと何度言えば。もともと適正体重以下の階級で無理しただけ。そら須崎も負けるわと。一番かわいそうなんこいつと一日目に会ったやつだろ。減量区や失敗が続いて階級上げるなんて柔道とかでよくあることだし、この階級でやらせることにいろいろ無理があったんだろ。ギリギリで計量クリアして試合のためのエネルギー補給でオーバーはあるあるだと登坂さんが解説してたな。気の毒にインドの村では日本の昭和以前の価値観なんだろう。閉鎖的な村に生まれた彼女を一流選手に育て上げたのは、とんでもなく熱血なおじ。その鬼コーチっぷりは、ボリウッド映画にも、なったほど。しかも大ヒットを記録。遅刻したら殴られる。倒れ込んで起き上がるのが遅かったり、そのまま負けたり、すれば、やっぱり殴られる。あまりの厳しさに村人がおじを悪魔と呼ぶようになるほど、ビネシュがあまりに殴られていたため、村人が助けに入ることもあった。帰れんのかな。試合はその日のうちに終えるべきだわ。日をまたぐ変な日程だから、こうなる商用主義の犠牲者。敗者復活制度のためじゃね。柔道もこういうルールなら歌も銅メダル取れてた。血液ドーピングか。血液ドーピングはみんなやってるだろうね。特にサッカーは後半バテるやつがいないハーフタイムの時血液打ってるかも。世界大会と五輪で重量の分け方が違うとか言うてたし、五輪仕様にするの大変そうやな。他の競技の人数や日程もめちゃくちゃシビアやし、五輪はいろいろ見直した方がええわ。公式に許可をもらっている状態だったとしても今時、黒沢映画に客なんて入らないよな。やはり細かい階級差は大きい意味があるんだな。ボクシング井上も階級上げるのに慎重になるわ。減量とか見てる側からしたらお寒いからやめてほしいけど、本人的には結果と直結するならやめられんわな。この階級の選手だと普通何区くらい減量してるんだ。そんなギリギリの階級でやるなよ。下剤は、鶴太郎はデブの役柄とかやることになったらきちんとプロ根性見せて太るんだろうか。結果的に須崎の1勝1敗でメダル獲得でオリンピック史上初の珍記録なのでは。もっと弱いやつと戦いたい。これやめようよ。このインド人の場合、本人の意向じゃなくインドのレスリング協会に階級変えさせられたり、上層部からひどい目に遭ってるから。インド国内だと選手批判よりチーム関係者が批判されてることには少し安心した。本人の意向ではないんだろうな。減量間に合わなかったなんて時々あることだろ。むしろ誰も話題にしてない。そんな無理な減量しないで階級移せよ。本当に健康のためのスポーツなのに余るすぎるな。格闘技でも無理な減量でし人出てるんだから、そこまですんなよと毎回思うわ。階級合わせるのに相当無理してたんだな。複数日でやるのはリバウンドもあって体重抑えるの大変だ。食べなさすぎると戦えないしな。シンプルに階級下げすぎただけだろ。
時間とかにファジーな国民性のインド人に軽量は酷だわ。ボクシングじゃないんだからある程度の適正体重でやれよわら。柔道みたいに1日で決勝までやらないとな、格闘技は危ないかも。男子レスリング持ち抜きしてるよ。あと柔道の角田も恐ろしい減量してる。角田は161センチもあってなんで52からの変更先が48だったんだろう。57でもよかったろうに、日本に絶対王者いる階級でもないし。48キロの方が小さい選手が多い、体重軽くて足も短いから、角田得意の巴投げが決まりやすい。ボクシングもこういう軽量の方式取ったらいいのに。本来の階級制ってこういうもんだろうよ。本来試合の1時間前とかに計量すべきもんだよな。またルール知らなかったとでも言うんか。56キロ級に強い自国選手でもいるの？最初から56キロで出たら良いのに、なんなら増やして62キロ級とかダメなの？この人の方が強いのに56クグ級に若い選手出すために階級下げさせられた。協会のパワハラ告発したりして上から嫌われてたから。それはかわいそうすぎるな。56クグ級で別の選手が先に選考要件満たしたと聞いた。ビネス選手は故障で休んでたとか。減量して弱くなって弱い階級の相手と戦うアマルみたいな競技やな、格闘技って。明らかに調整ミスだ。ロス崎に勝って緩んだとしか。軽量残してるのに、そこそこ飲み食いしたんじゃないか。絶対王者に勝って喜んでチヨット食いすぎたってコーチみたいな人が言ってた。言ってたのね。誰か止めなかったのかな。そりゃお笑いな。インド人は憎めないな。やっぱりカレー食べたのかな。身長で階級分けをすれば自分にとってベストな体重に調整するわけだから、こんなことは起こらない。階級分けが必要なら身長制にするべき。そういや減量で亡くなった人いたっけ？無理のある下の階級を選択していたってことでは。適正体重じゃない階級に出て超過でしたって自業自得じゃん。チョコマフィン食べすぎちゃったかな。階級上げると尾崎野の香る適正体重だと桜井つぐみ。1階級下で戦うと藤波あかりという世界選手権王者対戦ガチャ。あと100ンルチを抜けば銀メダルは確定だったのに、もう生死の狭間だったのかね。1ヶ月くらい前から定期的に計量し続ければ無理な減量はなくなるんじゃない？決勝の前の計量がオーバーだっただけだから、銅メダルくらい上げたらいいのに。適正体重でやれよ。本人の意向ではなく、コーチなり協会も命令で自分に合ってない階級を選ばされたというのはきついな。怪我したことにして棄権すれば銀メダルもらえただろ。プラス肉具状態のまま減らなくなってたらそうしてたかもな。ギリギリいけそうなのが災いしたか。56キロなら階級上げろよ。無理があると分かっていて何下げてるんだ。絞った方が有利なのは格闘技の常識。そりゃ階級下に行く方が有利なのはわかるが、徹夜して水分抜いて血を抜いて髪の毛切って倒れて入院ってそれでいいのかと。一つ上の階級の杉並が強すぎからだろ。須崎も無敗の絶対王者だったのに残念です。この人は本当に女なの？男にしか見えないんだけど。雑誌の写真で化粧ちゃんとしてるのなんかはむしろビヒトインド人って綺麗だよな。男に見えるとか目腐ってんの？自己責任、ダラダラと長いねん。ちなみに福久もキモウも準決勝後に今日の決勝に向けて2キロ落とすって言ってたな。欧米に亡命しなよ。この人日本でもいいんじゃない？高知食とかありそうだし。おじから逃げてくれ。柔道レスリングボクシングは大会期間中ずっと減量し続けないといけないから過酷。柔道は腰と戦1日で終わるから、まあ 5% までしか戻せないが、できるだけ弱い相手と体格のアドバンテージを生かして戦いたいとかいうせこい戦法するからこうなるわら。ご本人の意思じゃないけどな、スポーツってどこもそういうのは多少ありそうだけど、インドの女性には人権ないからな。下手したら死ぬぞ。金メダルにかけた結果失敗に終わったか。少しでも弱いやつとやりたいがために命を削るのか。肝臓ちょっと切ればよかったのにわら。わしのスレスリング。柔道みたいに1日でやらないから。ヒロウドが違うんだよ、レスリングは。安倍晋三意味のない減量だよ。自分より弱いやつを探してクラス調整したけど調整失敗しちゃったんだろ。5つ上のクラスで万全コンディション勝負すれば良いのに。いやしかし決勝まで進んでるんだから適正体重なんだろう。
1回戦直前と決勝直前にしか計量がないんだろ。1回戦直前の計量を食って53クグ以上に戻して戦ったんだろ。1個上でやりましょう。わしもスマーギャンカワガラでもそんなことを仕事は強制していない。エネルギー充填 120% しちゃった。普段56キロなのに50キロ級で無双したいからって無茶しすぎやろ。ボクシングでもなんでも、計量直前は、水さえ飲まずに減量しまくって計量してからどか食いして体重戻すんやろ。計量に何の意味もないじゃんこんなの。もう階級分けは慎重にしとけば？身長縮ませるのは無理だしな。まあファンからしたらその減量の駆け引きも勝負のうちと思ってるでしょ。この人まさかの須崎相手の番狂わせで名を挙げたけど、もともとは世界選手権でも初戦敗退が当然の参加賞クラスだったみたいだし、単に勝ち上がって2日に分けて計量する流れすら初体験で慣れてなかったっぽいわ。インドの山奥で修行し直せ。売名できたかが、ダイエット会社の CM に使われそう。メシマズの選手村で太るほど食うなよわら。そりゃエネルギーを消費したら補わないと死んじゃうし、減量でガリガリならちょっと補給するだけでドカンと増えるだろう。過酷だと分かってて過度な減量させるのがやばい。限界ギリギリの減量してるから2度計量あるときついわね。門外観から見ると決勝戦までは計量に問題なかったんだし、不戦敗で銀メダルとか3位決定戦に混ぜてもらうとかできなかったのは気の毒でも、そのぐらい階級や重量による区分けが大事なのかもな。インドって世界一の一口のくせにスポーツ全くダメだよな。真剣さが足りないからこんな失態やらかす。引退する前に食ったメニューを詳細に公表しろよ。急激なダイエットほどリバウンド激しいからな。消費したエネルギーを得るために飲食しなければならなかった。飲食する前に体重測ったんだろか。身長別にすればみんなムキムキデブデブにしてくるから見応えあるようになるんじゃね。2カメに計量あるの忘れててドカ食いしちんとちゃうんか。インドレスリング連盟の会長に複数選手がセクハラされてて抗議活動してて代表になれるかもわからなかったらしい。その関係で大量に食べさせられたのかも。筋肉質だから基本重いんだろ。内の中を空にするとか水分取らないことで重さ調整するしかないんだろう。それにか続けるのはきついわな。バスケットも身長制にしてくれ。須崎にウェイトで体当たりしての逆転勝ち、失格しないように体重維持してたら負けてたろ。それで銀メダルくれはおかしいわ。標準体重56キロならそりゃきついよ。死んじゃうわな。階級上げた方がいいよ。格闘技でも長身のやつがガリガリに絞って長いリーチ活かして戦ってるのはよく見る。五輪に比べて4大プロボクシングの甘さが際立つな。ボクシングも当日計量にしようぜ。水抜きとかバカかよ。ナチュラルウェイト同士でやり合うようにすればいいのに。体重管理、これも技術のうち。いい？自分で高めること、自分でやる気になること、これも技術のうち、な。階級減らしたから余計にこんな奴が増えた。道場の余地などない。須崎は1階級上では戦えないことが分かったな。もっと小さい奴と戦いたい。もっともっとその結果がこれ。水分取らないからひどい便秘だった可能性ある？便秘だと痩せにくいし、宿便出したら100具とかすぐ行きそう。減量きつかったっす。試合直前だけの計量でクラスを決めるんじゃなくて、試合前丸ヶ月の平均体重プラス試合直前の計量でクラスを決めるようにしたら、試合直前だけの無茶な減量が無駄になって良さげ。身長別にしようよ。そしたらみんな増量頑張るぞ。少なくとも減量で死ぬ奴はいなくなるな。きついなら階級上げろよわら。そっちじゃ通用しないから元でやってんだろわら。井上、自分もより弱い相手と戦うために必死に減量して上の階級に行かないようにしてるから気持ちはよくわかる。井上は計量ミスったことないし、当日体重も SB では平均的な数値。井上はバンタムに上げるまで相手より体めちゃめちゃでかく感じたからな。ボクシングもだけど、そこまでしなきゃならんのなら、そもそも階級が合ってないと思うの。試合直前に計量するようにすべきでは？計量前の減量、計量後の増量テクニックを競う競技なの？要するに無理して増量しないと須崎に勝てないと踏んだだけだろ。1回戦はその博打で勝てたが、増やしすぎた体重は次の日落ちませんでしたと。まあ、上の階級は破竹の藤波だしな。
この人に日本人負けたけど重量オーバーだったんじゃやねえの。階級1通へのやつに負けた感じだね。言うて100具だからな、なんとかならなかったのか。スポーツのための減量とか過酷だよな。筋肉と体力はつけつつ脂肪だけ落として体重減らすとか。たった6キロ減量なんかと思ったら1試合ではなく3日連続で試合で、その度に軽量じゃきついわな。ボクシングなんて10キロ減量して試合に臨む選手いるからな。1試合だからできることだ。須崎実力負けだったし、その後も強かったから奇跡の減量だったんだな。血抜くとかわしのスマージャンかよ。カレーはうまいかが。50クグでしか勝てんのか。53クグで出ればいいだけじゃん。そりゃ難しくはなるだろうが、やめるほどじゃないだろう。自分が有利になるから下の階級を選んだんだろ。判断ミスだね。一つ上の階級で頑張れよ。選手村の食事が美味しくてつい食べ過ぎちゃったんだろ。ボクシングとかでもそうだけど、ほんと情けねえ。過度な減量してまで階級下げて弱いやつと戦うってのがもうファイターとして終わってんだよ。適正体重でやれるよう前日計量とかいう逃げは廃止して、長期スパンで計量して、平均出すなり入場後のゴング直前に一発計量するなりしろや。まさにその通り。誰が強いかじゃなくて、本来なら自分より弱い小柄な奴とどうやって対戦するかという考え方がおかしい。1日目 2.7 クグオーバーで勝ち抜いて、2日目の計量失敗大会を荒らしてるだけの迷惑選手。初日に当たった選手は不運だ。2クグ増える飲食ってかなりの量だな。減量直後なら簡単に増える。まず水を1リットルくらいあっという間に飲めるし、体に浸透する。スカチ抜きは反則じゃね。血も抜いて OK なら100具くらいどうってことないでしょ。なんで立て続けに2回も計量するのが間違ってるよ。不正をするば丸がいるからだろ。リネイルの相手が三四郎だったら面白いだろうな。勝てないと思うが、関節とか多彩だしな。何の敵と戦ってんの。インドカレーやってなん食べ放題だからつい食べ過ぎちゃうよな。自分との戦いに負けた以上、そこまでして弱い奴と戦いたいんかい。エクアドルのグスマン選手銀メダルだったけど、おうか？歓喜で藤波と抱き合っていた。いいね。グスマンといえば具志堅さんがタイトル奪取した時のチャンピオン。知らんよじじいちゃま。2日間やる競技だと無理な減量はこういうリスクがあるってわかってただろうに。力石通るかよ。少しでも弱い奴と戦うために必死やん。一番精神が弱いのはこいつだけどな。わら、ゲストの伊調馨が五輪で聞いたことないって言ってたからな。マンモス選手と呼ぼう。血抜きだと魚かよ。ボクサーと同じだな。ちょっと食べてみ。規模以上も増えるだなんて、もともとその体重に無理があったとしか思えない。プロ選手じゃなくてよかったな。プロなら賠償問題になる。下剤を飲んでサウナにはいらんと。須崎と対戦した初戦は53クグあったんだろ。インドもコーチからのセクハラとかあるんだね。日本も女の子にセクハラパワハラだのたくさん聞くから、レスリング好きになれねえわ。限界いっぱいいっぱいとかやってんのが甘るくさいんだよ。あらゆる階級生は。ボクサーの軽量パス後にドカ食いしてナチュラルウェイトに戻すかがな。プラス7クグは余裕らしいで。フェアじゃねえよな。それじゃ単に卑怯なだけだよな。試合直前に測るぐらいじゃないとダメだわ。だよな。サンデーの格闘漫画で軽量パス50キロ以上増量してムキムキになってた外国人と戦ってたな。無理しすぎ、本末転倒じゃん。樋口霊は減量があるからって準決勝で勝ってインタビューしないで出て行ったな。樋口は東京五輪のアジア予選で軽量で失格になってるからな。インド選手がやり玉に上がってるけど、みんなギリギリでやってるんだろ。もうさ、それは階級上げるべきだな。そこまでして何かあったらどうする。試合前に血抜いて髪切るなんて異常だから。強かったのは事実だが、ランブルに負けた。ただそれだけ。血抜いて計量してまた血戻すん。てかもう100口抜いたら死ぬレベルまで抜いたってことかな。